はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、プランクを30秒2セット、そして間に10秒休憩しますんで、計70秒のプランクになります。で、今回ね、ちょっときついプランクなんですけども、皆さん最後まで頑張ってください。で、お腹を引っ込めたい人はね、このプランクおすすめです。で、いろんなプランクがあるんですけども、自分のレベルに合ってね、ちょっときついプランクを選んでもらえたらと思います。まずちょっとやり方を紹介します。皆さんね、プランクいろいろやってると思うんですけども、まずよくね、この状態で前後に動くプランクをね、知ってると思います。このプランクは実際ほとんど効かないです。こんなにやるんなら、しっかり腰丸めたプランク10秒の方がよっぽどいいです。なんで、まずプランクのコツ、脊柱に効かすか腹筋に効かすかなんですけども、やはり腹筋に効かしたい人は背中をしっかり丸めて、腰を丸めて止まっておきます。お尻を出さずに腰をしっかり丸める、お腹をしっかり締めたままキープです。で、今回のプランクなんですけども、まず寝た状態でつま先立てて、通常は肩の下に肘です。ですが、これはちょっと前に肘を置いて、腰をまず丸めて体を上げます。こっから腰を高く上げたら、ももが床につくぐらいぐーっと斜め前に体を下ろします。で、また上げます。ぐーうっぐーうっぐーうっとやっていきます。まあ、要するにですね、肩より下に肘が今ないんですけども、体を上げて前に持っていった場合は、腰を丸めて斜め前に体を持っていくんで、肘の上に肩が来るように動きます。これですね、お腹をしっかり丸めて高くして、縮めたものが伸ばされるという、縮めたものがしっかり伸ばされる。なのでね、伸ばされたものがしっかり止まっとく形ではなくて、縮めたものが伸ばされていくので、余計に腹筋に効きます。これを皆さん30秒2セット一緒にやっていきましょう。ではランダスティックタイマーを使っていきます。間に10秒休憩します。では頑張っていきましょう。はい、いきます。肘少し前です。腰が反れないように、しっかり腰を丸めて、ももが床につくかなぐらいまで下げてください。お腹をしっかり締めて、はい、10秒休みます。あともう1セット、腰をしっかり丸めてください。しっかりももを下ろしてください。お尻を締めたまま、しっかりお腹を締めて、あと10秒、お疲れでした。はい、皆さんお疲れした。2セット。ちょっとね、いつもだったらね、たったの30秒とかなんですけど、今回ね、2セットしたんで1分。少しね、きつかったかなっていう人もいると思います。しっかり腰を丸めて、お腹を締めたまま、体を下ろす。そこがポイントです。まぁ、ちょっと効かなかったよっていう人はね、腰が丸まってないのと、お腹が締まってないっていうところがね、難点です。そこの意識ができてくると、プランクっていうのは結構きつい運動になってくるんで、まあ、よりね、自分でよりきつくする。まあ、例えば腰に重りを乗っけたらね、もちろんきつくなりますけど、自重でやってますから、よりきつくするためにはね、しっかり自分が力を入れてきついように持っていく。そうすることでね、プランクもしっかり効きますんで、まあ、そういった意識を持って、プランクをやってもらえたらと思います。で、お腹の引っ込め効果なんですけども、一回ずつね、できるだけ息をふーっと長く吐いて、本当にあばらが出るぐらいお腹をぐーっと引っ込めてください。一回ずつそれやることでね、しっかりお腹を引っ込める腹横筋がつきますから、ぜひ皆さんやってもらえたらと思います。腹筋でお腹引っ込まないよって方はね、しっかり腹横筋が使えてなくて、腹直筋って表面ばっかね、使っちゃってるんで、表面使っちゃうとね、もちろんお腹が張ってきたりするんで、まあ、そういった方はね、しっかり息を吐く、お腹をへこます意識をして、まあ腹筋プランクやってもらえたらお腹引っ込んでいきます。皆さん今日も頑張ってたよって方は、コメントとグッドボタン、そしてチャンネル登録してない方はね、皆さん、
チャンネル登録よろしくお願いします。まあ、タートルのところではね、初級、中級、まあ、どうしても痩せたいんだけど、なかなか痩せれないんだよなーっていう、まあ、ちょっと悩み持った方とかね、そういった方がターゲットですので、もしね、自分の性格に合うよって方は、チャンネル登録して毎日見てもらえたらと思います。基本的には1日1本載せるつもりでいますんで、毎日チェックしてもらえて、あとはチャンネル登録の横の鈴のボタンをね、皆さんオンにしといてもらえたら、まあ、タートルの動画届きますんで、ぜひそこもよろしくお願いします。